じゃあ行きます。やばい、パニックった。はい、こんにちは。マヤチャンネル前原です。マインクラフト PC 版続きやっていきたいなと思いますね。うん、で、前回の最後で、パパ一人でね、うん、天空トラップタワー完全に完成させまして、はい、今どんどんね、落ちてきてるでしょ？うん、わ、すごいすごいすごい。でね、まあ、続々とこの中に溜まってってるんだけど、うん、パパ、ここら辺ね、一応今こう、集まったやつをどんどん入れてってるのね。うん。でね、火薬がね、めっちゃあるのよ。でも今も溜まってるよ。そうだよね。火薬ってさ、あれ作れるじゃん。あー、あれね。TNT 爆弾ね。イエー。これをね、ちょっと今回さ、大量に作っちゃったりなんかしちゃったりなんかしてさ。それで、下にね、この村があるんだけど、うん、村のこう橋をバーって来たところのこの辺り、村の橋の真ん中あたりからちょっとゾンビの声が聞こえたりするんでね、あの辺にちょっとね、こう大量の TNT を仕掛けて、わかんと、ちょっと下まで穴開けちゃってみようかななんて、やっちゃったりしちゃったりしたいなと思ってますけど、うん、どうですか、エイシンくん。いいです、綺麗、さっぱりな暮らしたい。よし、じゃあやっていこう、うん、でも村に当たらないように注意しなきゃね。そうだね。でまず必要なのがスコップね、うん、スコップで砂も全然ないんで、じゃあスコップ持ってる？な、持ってない。持ってない。じゃあちょっと石で申し訳ないんだけど、石のスコップを一つここに放り出すので、はい、これどうぞ。石のスコップ、あ、どこ行っちゃった？一番下。なんだよあ、じゃあ一回降りるね、パパも、うん、この辺かなり改造したからね、全然変わった感じになったと思うけどね。はい、行きます、パパも。おー、怖い。スースーした、今。へへへ。ちょうだい。はい、じゃあ、これどうぞ。はい。あれ？やべえ！あっちゾンビいる。え！やった！獲物だ！なるほど。ちょっとよろしく頼むね。わかった。じゃあ見てようか、せっかくだから。エシンくんを戦う様を。あ、てかもう夜だよ。え、ああ、あいつ倒してから行くよ。パパも手伝った方がいい？いや。ダイヤの剣持ってんの？うん。楽勝じゃない？もしかしてあいつ溺れてるよ。エシンくんが倒すか。お、ジャンプ切りした。さあどうする、エイシン君が倒した。あ、倒さない、まだ倒さない。ジャンプ切り、お、倒した。おめでとう。何もドロップしなかったかな。ドロップした。あ、した。じゃあ寝ましょう一旦。はい。あ、あ、よかったよかった。そこね、タイミングが悪いとね、起きて落ちてくる瞬間に近くにいるって言われちゃうんだよね。うん。よし、じゃあ作るよ。うん。まずは火薬を大量に持ってきて。あれ？エイシンくんも自分で作るでしょ？うん。で、火薬ある？大量に一番上のチェストに入ってる。じゃあ。こういう感じで並べるのね。OK。じゃあパパの持ってる分の TNT はこれで完了。結構 TNT じゃない、火薬使ってるね。パパはな、37個の TNT ゲットです。パパと同じく37個できた、確保しました。じゃあ火薬戻しておいてくれるかな。火薬、あ、はーい。たまにね、こう装備つけてるやつはね、うん、ダメだよね、残るんだよね。うん、装備もね、ドロップするから、で経験値も稼げるからいっちゃいいんだけどね、うん、さて、じゃあパパも降りますよ。はい。はい。自然のアスレチックで遊んでる。え、どこ？あ、行こうよ、やろうよ。だね。さあ、ついに爆破の瞬間が。ヒューチー氏は？ヒューチー氏持ってきた。やったぜ。じゃあ、どの辺で作ればいいんだろう。あ、でも気をつけて、爆破するとき。よし。じゃあ、エイシンくん、
準備万端整いました。はい、ちょっと僕離れるね。じゃあ、じゃあ3、2、1でやろう。3秒パパ逃げられるかな。場合によっては逃げられない可能性もある。パパ何持ってる？パニックったらアウトだよね。とにかく逃げて。分かった。何があってもいい。じゃあ行きます。やばい、パニックった。大丈夫だった。でも、何が、すごい穴開いた。めっちゃ穴開いたよ。めっちゃ穴開いた。うわ。いやー、固まるかと思ったぐらい穴開いたけど。でも洞窟に繋がってないの、まさか。あ、繋がってる？これ繋がってる？洞窟、これ洞窟っぽくない？あ、ない。え？毒性ない？ない。おっと？ストレス発散し、あれ？でもこの辺でまだコウモリの音聞こえるよ。え？そっちだったまさか。ここが爆心地のはずなのに、なんでそっちまでえぐれちゃってんだろうね。あ、そっか、A ちゃんが特別に設けた、ちょっと深く埋めてたやつ？あれが影響してんのかな？あー！本当だ。こっちだけすごいことになってる。ないかな。橋もちょっとえぐれちゃってる。ん？橋がえぐれてる。え？本当だ。あ、こっちまでなんかほらぶっ飛んだんだ、やっぱり。うわ。あ、出れた。そしてどうする？もう一個作る？作りたいね。もう一回やる？もう一回やりたいね。48個できた。さっきより少ない19個。ああ、十分。OKOK。あ、もう降りてたの？気づかなかった。じゃあどの辺に作ろうか。この辺でいつも聞こえるんで、この辺ね。ああ、村あたりってこと？ちょっと村に近いんだけど。ここら辺？え？ここら辺？そうだね。A ちゃん、今度着火してね。わかった。ちょっと、怖いな。アイテム置いてきていい？あ、置いてきていいよ。あ、上じゃなくて下のチェストを置いてきて。下？村のチェスト。ボーンと、やったらこっちに向かって、猛烈ダッシュしてきてください。わ。じゃあやっていい？やってください、アイシェイ君。頑張れ。あ、もうちょっと後ろから放った方がいいんじゃないかな。ちょっと近すぎじゃないかな。ワンブロックぐらい後ろから、そう。で、右クリックでね。はい。頑張って。3、2、1。逃げろ。あ、下に落ちた。ナイス。あー、不発。不発だった。じゃあやります。今度こそやります。頑張って。3、2、1、ゴー。いけ、逃げろー。うおー、どうなった？村が破壊された。あ、しかも TNT がまだ残ってるという。よっしゃ！でや！逃げて。おお！行ったね。これは全部行ったね。消しとんだ。だけど、穴開いてないかな？さあ、じゃあちょっと確認してみよう。どう？おー。どうなんだろう？わからないな。この下に流れていっているのだろうか。あ、びっくり。すげえ勢いで流れて、ちょっとびっくりなんだけど。あ、死んでしまう。あ、よかった。あ、すげえ勢いで流れてびっくりした。何があった？何もなかった。あー。はい、ということで今回ですね、大量に溜まったですね、火薬を使って TNT 爆弾
2つほど爆破してみたんだけど、そうだね、この辺から聞こえるなんか洞窟らしきところには全く通じませんでしたね。そうだね、ちょっとびっくりしちゃった。この辺すぐ下だと思ってたんで、ちょっと系統違いだったね。だね、ちょっと残念でしたけれども、まあ、またね、あの火薬溜まったらこの辺爆破するかもしれない。でも手っ取りバイクさ、爆破できるからすごくいいね。火薬一つでポポ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 、ね、向こうの山とかさ、もう大量に爆破しちゃってもいいかなと設置しちゃう、なんかキャノンとか作ってもいいかなと思う、ね、あ、TNT キャノン、そうそうそう、まあその辺もちょっと今度検討していきましょう、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画いつもとこ出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。